打ち削り？これを軸をただ斜めにして、あこれが打ち削りの打ち方で、そのまま軸を斜めにして下に下ろすだけでやってますと、あとどっちバージョンはこうなるじゃないですか。うん、なるほど。サイドスピン。しかもこれが通常のリバース系がちょっとかかる感じで。それでもドロップが打てるんで、それはアルコを採用していただければ。ちょっと見てみないと、ちょっとイメージが面白そう。いただけるんでしょうか。次は、フォアのジャックナイフ。フォアのジャックナイフ。と同じフォーム、同じグリップからの、フォアのジャックナイフドロップ。フォアのジャックナイフとフォアのドロップショット。はい、ジャックナイフドロップ。すごい組み合わせですね。はい、お願いします。お願いします。ちょっと前、ノダッチの DB で、外削り、内削り。っていうのをまあレクチャーさせてもらったんですけど、あ、わかりました。概要欄出しておきます。はい、はい、その応用で、はい、ただそれをジャックナイフの場合、まあ、打点がもちろん高いので、はい、軸を斜めにして、片足で打つっていうのがジャックナイフになります、はい、なんで例えばフォアの外削りが、まあ、普通の人のスピンだと思ってるんです、はい、普通の人のスピンと、はい、ちょっとスライス的にこう今のスピンっていうのがこっちですね、はい、で、スライス的なこう内側から滑らすっていう打ち削りがあるので、はい、これを軸を斜めにしてジャンプしてやっていきます。まずじゃあ、そうですね、外削り要はスピンを軸を斜めにしてこう打つと、はい、この回転軸も変わってこういう風に右にされるように、はい、回転していきます。はい、これをやると、いきますね、はい、こういう感じですね。で、次、打ち削りを軸を斜めにすると、はい、グリップが、まあ、ほぼ下、斜め下に下がるんです。これをラケットを近づけておいて下げるだけ、叩くというちょっとやるんですね。これをやるとこういう感じですね。なるほど、はい、で、はい、ポイントはこれはあのアクロバティックに見えるんですけど大事に行こうとして、はい、僕は面を近づけといてからどっちかに動かす、はい、っていうのがあのネックになってくるかな。あとロープ理論をちょっとしたんですけどロープ理論はいいですよ。そうですね、なんか最後に OK。今外削りですか？ドロップだ。ドロップ。打ち削りいきますね。グリップから。打ち削りの結構。古いな。多分打ち。とりあえず全部やってから。内むずい。ちょっともう一回だけ。もしかしたらドロップの時に下から打った方がいいかな。今降りてきた時に打った方がいい。なるほど。そんな感じの方が大変とくれてます。なるほど。うまい。じゃあ、何？こう、打ち削り？それをストロークグリップで。ボレーグリップでいきます。あ、グリップで。若干。はい、で、アップを当てるのと、どう傾いてこう。遊び。傾いてパス。はい、3はちょっとグリップを薄くしてやるそうです。いいシーンが欲しいっす。ういちょっと動いた。隊長の一番弟子として技を発表させていただきます。
ライディングドロップ。ライディングドロップ。ライディングドロップ。おお、入ってます。魚類の理論ですか。魚類だった時代、僕らが、はい、肋骨、背骨から肋骨が生えてて、はい、で前で繋がってなかったよりも骨にした方がもしかしたらリラックスして、あ、いや、わかる、それはできるんじゃないかなというのが骨理論はすごいわかる、はい、骨理論、はい、筋肉は所詮バネやでね。そうなんですよ。勝手に反発してくれてればいいわけで、はいはい、もちろん筋肉は動くんですけど、動かすのを骨という意識の方が、うん、なるほど。これ有料級やね。有料級っすよ。有料であげる。有料であげないから。有料。5万ぐらいに。5万ぐらい。2万5千バックします。半額バックしますよ。もう多分聞いた人ほとんどこの人何言ってんだろう。あの図解付きで編集しますわ。そう、あの骨の図とか入れて、理科室にある、理科室にある骨が動くやつ持って、あれ持ってあれ付きでレッスンに持ち歩ってれば